ですね、2年ぶりに。あれ、前橋以来。そうです。ちょっとその感覚が、自分があったりも、戻ってきて、こういうところどうでしょう。まあ、2年前に比べたら、普段のレースも決勝に乗れるようになってきましたし、多少は成長できて戻ってこれたかなと思います。かなりレース組なんかも着陸の足も下がってきているのかなというのが、実際の怪我したということは、選手生活の中ではどういうことですか。怪我しないのが一番ですけど、まあ、しない、その怪我して普段しないような練習も陸トレとかもしたりと、まあ、マイナスにはなってないかなと思います。そういうのを乗り越えた姿は、まあ、前橋以来でこうファンの見せられるというか。そうですね、復帰して、まあ、成績もずっといまいちだったんですけど、このガルコで決まってモチベーションも上がりましたし、そこからまた調子も徐々に戻ってきてはいるので楽しみです。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。